江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、渓谷の掲示板からのご紹介でございます。渓谷民、日本は飲酒運転をどのように減らしたのかというね、スレッドでございます。それではですね、書き込みの方を見ていきましょう。くーちゃん、お願いします。1999年、日本の飲酒運転の歴史を変えた事件が起こります。お酒を飲んで高速道路を走っていたトラック運転手が加速旅行中の乗用車と追突し、火災が起きた車の中で2人の姉妹が亡くなってしまいます。そんな前か。加害者が受けた刑量はわずか4年。翌年、大学生2人の命を奪った飲酒運転事故にも懲役5年6ヶ月が宣告されると、少ない刑量に怒った両親たちは法改正のための署名運動を繰り広げます。結局、日本の国会は2001年に飲酒運転で死亡事故を起こした加害者に最高30年まで有期懲役が可能な強力な処罰法を作り、変わった法によって20年以上の高い刑量が相次いで宣告されます。この時から日本の飲酒運転死亡事故はドラマチックに急落し始めます。2007年には飲酒運転同乗者だけでなく、飲酒運転者にお酒を提供する人まで処罰する条項が作られると、飲酒運転の死亡者数は10年間で1.5に減ります。率直にこんなことは認めよう。先進国だ。あ、それが言いたいのね。率直にこんなことは認めよう、先進国だって言いたいのね。これがその時の日本の飲酒運転のなんだろう、死亡者数かな、ちょっと読めないんでわかんないんですけど、まあ要は下がってるってことですね。減ってるってことですね。この赤と青の間が2001年か、でもう急激に下がってきたんですね。2008年と比べて 約半分に減ってるってことですか。まあ、もっともっと減らさないとね。でもね、はい、ということでですね、まあ、こちらに対してですね、渓谷の反応がありますので見ていきたいと思います。はい、それでは一人で、これを認めない人いるの。136-15、国会議員たちが飲酒運転をしているのに変わるのかと。673-0、今でも居酒屋に駐車場、田舎だとあるでしょ。まあ、大体代行で、まあほぼほぼ代行か家族の人呼んだりするけど、あとあれだよね、飲まない人を一人作ったりする。国会議員だけでなく、判決を下す判事、検事も飲酒運転するよ、わらわら。11-0、しかも大統領選候補としても出てきても 47% も支持もらう国なのに、意識自体が寛大すぎる、わらわら。32-0、法改正するには170席の民主党が率先しなければならないのに、与党代表が飲酒運転者なのだから改正されない、3-0。少なくとも国民の 47% はまず飲酒運転が大きな過ちではないと考えているのが深刻ではある。本当に日本が先進国でなければ、全世界の先進国はアメリカ一つしかないのか。301-9、渓谷も日本も先進国なのに。12-7、チコロ1位、少子化1位、老人貧困1位、建設業労災地滅び圧倒的1位、ノーベル化学賞0、フィールズ賞0、プリッツァー賞0、賃金未払い日本の16倍、国民資産は台湾に追い越された、渓谷は先進国じゃないよ、わらわら。4-0、酒を売った人は何の罪だよ、わらわら。この野郎が運転するやつなのかどうやって知っているんだ、わらわら。378-16、自分の飲食店の駐車場でなければどうやって検査するのか。会社に車を置いてきて会食して、会社に帰って飲酒運転することもできるし。33-0、渓谷も飲酒運転した人とお酒を一緒に飲んだ人も包丁剤で叩くじゃん。10-0、あれは追認条項だ。飲酒運転をする可能性があることが分からなかった事情が認められれば免責される。車を乗ってきたのかという質問に違うと答えたりすれば追認無効だから、渓谷もああしてほしい。16-0、徳島は自分のものだと言い張るが先進国ではある。30。はい、はい、ということでね、じゃあですね、チャットの反応いきたいと思います。まあ嘘つかないことが前提ですか。その居酒屋でお酒飲ん、今日運転しますかって聞かれるのは、まあね、
嘘つかないことが前前提ですからね。はい。まあ、嘘をね、息を吐くようにね、嘘を吐く、まあ、人たちにはちょっと無理かな。お前らの意志の弱さでは無理だ。なんなら仕事しながら飲んでる民と比べられても渓谷さんには通用しないわよ。減ってんのアボまだまだ相当数いるぞ。お前らの国なら懲役はもっと短いし、すぐ御社で出てくるだろ。罰金を100万円と高くしたからだよ。ついで一緒に乗った人も罰金の対象になったからだよ。正直飲酒運転はまだ緩いと思ってるけどね。ああ、緩いと思うよ。あ、緩い、あ、意識が、罰則が、うん、緩いね、緩い。あ、まあ都会に住んでるとね、あんまり思わないけど、田舎に住んでるとね、うーんって思うな、ちょっと思う。渓谷さんの場合は酒税を5倍くらいにしたらいいと思うよ。税収も足りないんでしょ。お前らにだけは言われたくない。いつものイルボンのことは嫌いだけど、という気持ちが見え見えで逆にムカつくわ。車内と生活できない僻地では見送り運転手を手配するのが普通になってるぞ。だね、うん、そうだね。車の人と一緒に飲む人間の意識もかなり変わったとは思う。あ、お前らはいくら罰則を強化しても順法精神がないから賢者なよで終わっちゃうだろ。わらわら、刑事飲酒してたら酒が悪いって減刑されるだろ。代行高いよね。ガーシーの繰り上げ当選したやつが速度超過認めなかったんだよね。わらわら、いやいや立派な先進国ですよ渓谷さん。わら、そういった抜け道を探す悪知恵だけは頭を働かせるよな。息を吐くように嘘をついたら呼気にアルコール反応が。わらわら、はい、ということでね、それではですね、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。大統領が仕事しながら酒飲むとか言ってたじゃん。言ってましたね。わけわかんないことしてたよね。人の命を奪いかねないものを扱ってるって意識持たないと。あー、ノンアル増えたね。そうだね。はい、それではこれで終わりにします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。ではまた。最後まで江戸川メディアラボをご視聴いただきありがとうございます。お手すきでしたら、こちらの最新動画と人気動画もおすすめしております。ぜひ、こちらからチャンネル登録もよろしくお願いします。画面下で評価、コメントもぜひお寄せください。動画投稿の通知が欲しい方は、チャンネル名の横のベルをご利用ください。それではまたお会いしましょう。ごきげんよう。